色素性重毛性結節性活膜炎とは、本体不明の単関節の関節活膜の増殖性疾患で、膝、股関節に後発する。PVS、PVNS と略す。単関節の関節活膜の増殖性疾患で、膝、股関節に後発する疾患であり、手関節の発症は稀である。在性の巨細胞と同様のを持つが、 関節活膜内に微慢性に発生し、活膜炎の性格の強いものを言う。関節結種の原因となり、MRI 所見では、結色素の沈着が見られる。10代から40代の膝、股関節に後発する。MRI 検査が診断に有効である。自然治癒は期待できず、放置すると、次第に増殖し、骨を侵食し、関節破壊の原因となるため、性の場合は、 滑膜全切除が必要である骨内に病変が浸潤死骨破壊が生じている場合、さらに関節破壊が生じている場合は、人工膝関節置換術、人工股関節置換術を行う。その際も再発を予防するため十分な、滑膜切除術を行う。十分な病相滑膜の切除により感知しうる。 AB 第109回医師国家試験問題解説 109A-512015 年4月29日発売メディックメディア社 SBN978 から48億9632万5829メルクマニュアル関節使用ありがとうございます